どうもおはようございます。中野敦です。それでは最初の動画を撮りたいと思います。最初は昨日のダブル予想について話したいと思います。昨日はロト6とロト7予想したけど、まずロト7は1口目は10番台多めに予想して、2口目は均等に予想した感じかな。前回が結構平等にその数字が出てたから偏ってるっていう感じではなかったから、また均等に出る可能性はある。まあちょっと難しかったかな。まあまた水曜日に予想するけど、数字変更するかちょっと微妙なところ。昨日も言ってんけど、ロト7は少し偏ってくれた方が僕的には予想はしやすいかな。1桁がちょっと多かったりとか、10番台、20番台がちょっと多かったりした方が、予想はしやすい。その桁が多かったら次の回もその桁が多くなるっていう傾向がロト7はあるから、でも前回は結構均等に出てたから、それでちょっと難しかった。あと、ロト6は1口目。1口目は平等に予想してて、2口目は10番台から予想して40番台で終わってんねんけど、前回がロト6、1桁が多かったから、2口目は10番台から予想して、あと、ここ最近40番台がめっちゃ出てるから、また40番台が出る可能性あるかなと思って、2口目、まあ40番台入れたけど、ここはちょっとどうかな。わからんけど、まあ、数字はもうこれでいこうと思います。変更せずに、この2口で今日何個一致するか見たいと思います。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。